はい、どうもー。今回なんですけど、マックのショートカット。初心者の人が覚えると、ちょっと楽になるというか、ショートカット別にね、使わない人もいると思うんですけど、いざっていう時に、特にマックの場合はね、ショートカット入門的な、マックはね、比較的覚えやすいんですよ。Windows は、なんだろうな、オールトキーだったりとか、Windows キーだったり、あとシフト、それからコントロールキーって言ってね、バラバラなんですよ。Mac の場合は、単純にコマンド、オプション、でシフトキー、それからコントロールっていう感じで、決まってるんで、そんなにね、この4つを中心に押していくだけなんで、ね、ショートカット覚えやすい理由の一つが、ほとんどの、ショートカットをコマンドで取り扱うっていうところがポイントだと思うんですけども、それを今回ちょっとやっていきたいと思います。普通だったらこう、ページを2本指で上に Mac の場合スクロールしていけば、まず上下に関しては iPhone のようにページの一番上に戻る。検索とかにカーソルがある時とかは、このこことか、他のとこ選択したら、カーソルが消えてくれたら、最初のページのトップに登る方法、コマンド上で一番上まで戻ります。で、ページの一番下までスクロール。一気にしようと思ったらコマンド下矢印、これで下まで行きます。まあこれでもページの縦がやたら長いやつは一気には無理なんですけど、この縦のスクロールが短いページだとページのトップまで戻れると思います。もう一回行きます。コマンド、こちらにもコマンドあるんですけども、コマンドをしつつ上、これで戻ることができます。そうですね、 Mac の場合2本指でね、左右でね、サファリとかだったら、まあ他のアプリでもそうですけど、戻ったり進んだりできるんですけど、このようにね、戻ったり進んだりするんですけど、これもショートカットがありまして、コマンド左右、コマンド右左ですね。左、コマンド左ボタンを押せば戻ります。でコマンド右ボタン押していけばページ進むことができます。だからコマンドさえあれば、コマンド上下、コマンド左右、ページ間移動、それから上下移動もできます。ですね。とりあえずは、簡単なところではこんな感じです。リアルタイム検索、こちらちょっと。これで上下移動できます。ショートカットで。ページも移動可能。っていう感じで、上下左右、コマンド上下左右で、ページの一番トップまで。で、ページ、戻る、進む。などができます。パソコン、まあ、Windows 持ってる人でも、基本的にパソコン、Windows と文字とかコピーするときは、コピーとかペーストとかやってると思うんですけど、それのショートカットもお伝えしたいと思います。そうだな、何がいいかな。なんかテキストで、例えばですが、文字今打ちました。それをカーソルで、青くしました。そしてこちらをコピーするとき、コマンド C です。コマンド C をして、こちら見といてくださいね。ペーストするとき、貼り付けるときは、コマンド V を押します。はい。今、コマンド V を押して、大量に、こんな感じで貼り付けることができます。そしてコマンドで切り抜きたいとき、コマンド X を使えばいいです。選択対象を選んでコマンド X。ここに一応文字に並んでるの、これをきっと切り取ってみましょう。今こんな感じで青で囲ってみました。で、こちらが、コマンドの X。X を押します。消えましたね。このように切り取ることができます。今ね、切り取ったのを貼ってみましょう。いきまーす。貼るときはコマンド V でしたね。コマンド。このように貼り付けることができます。Windows だと、シフトだったりとか、Alt だったりとか、Windows マークだったりとか、シフトキーだったりとか、いろいろショートカットあると思うんですけども、Mac だと、このように少ないキー操作でショートカットが可能です。なので、覚えやすい。Windows 持ってる人はまた Windows 用のショートカットも動画にしたいと思ってるんですけども、このように結構ね、コマンドで簡単にショートカットすることができます。そしてこちら、この今文字あると思うんですけども、この文字を選択するとき、こちらでね、さっきから、選択してるんですけど、なぞっていって選択してるんですけども、なぞらずに選択する方法があります。その方法がショートカットで、コマンドの A。コマンド A を押せば、ちょっと待ってください。もう一回やりますね。コマンド A。コマンド A を押すと、このように一括でその画面上の文字列囲むことができます。いかがでしょうか？これ、かなり便利じゃないですか。で、これ間違ってやっちゃったよっていうとき、コマンド Z を押します。はい。やり直したいときはコマンド Z。消え
キーボードとかこう今打ってたと思うんですけど、文字打ってた最中やってたことを逆にやり直したいときは、コマンド Z を押していくとやり直しができます。こちら今、ね、コピーして貼っつけてったと思うんですけど、それを今コピーコマンド Z を打つことで逆に消していってます。逆にそれまでは反対に足してたんですっていう感じの、まあそういう感じのこともできます。コピーしてたのをもう一回貼っつけてます。逆にこれを取り消したい場合はこのようにコマンド Z を叩いていくと前の動作、今やってたよりも前の動作に戻ることができます。特によく使うのはコマンドタブ、コマンド、それからこれタブキー、ここタブキーなんですけども、これを同時に押すことによって、コマンドとタブを押すことによって画面にこのように表示されます。メモ帳なんですけども、サファリに切り替えてみましょう。今コマンドを押してますけど、コマンドを外す、コマンドから指を離します。そうすると、サファリにアプリが切り替わりました。もう一度やってみましょう。コマンド、それからタブキー。そしてメモを選択。コマンドを外す、指離すと、このようにメモ帳に切り替えができました。これも比較的に初心者用に簡単なショートカットを今説明します。今回最後にこのショートカットを説明して動画の方終わりたいと思います。サファリとメモで2個アプリ上げてるんですけども、こちらをね閉じていきたいと思います。では行きます。まずねコマンド、それから Q、 このタブの隣にあるこれコマンドと Q、 コマンドと Q を一番上になってるアプリ、この状態から押します。そうするとメモ帳が、終わり、終了しました。そして続いてサファリ、コマンド Q を押すことによって消すことができます。終了させることができます。ではやってみましょう。コマンド Q。このように画面からアプリを終了させることができます。まあ、一番手前にあるアプリですね。終了させることができます。はい、いかがだったでしょうか。今回は Mac の初心者向けに簡単なショートカットを、比較的一番よく使うであろう、またはね、一番比較的覚えやすいであろう、ショートカットキーを今回やってみました。いかがだったでしょうか。Mac をね、購入されたりとか、Mac 初心者の方は、Mac はね、このようにショートカットは簡単なんで、ぜひね、覚えられることをお勧めします。かなりね、便利なんで、他にもまあ、いろいろあるんですけども、今回はもう初級編っていう感じで動画を作ってみました。いかがだったでしょうか。このチャンネルでは問題解決系の動画だったりとか、ゲームコントローラー接続だったり、Bluetooth イヤホンの接続方法だったりとか、ガジェット系の動画を上げております。今回は Mac のショートカット、便利な、初心者が覚えておくと便利なショートカットを動画にしてみました。それではまたお会いしましょう。現場から以上です。いやー便利ですね、Mac はね。